成功です。雲仙の鱗とは、イクマンの兵士たちの残響を飲み込んだ先代から生まれた残像だ。兵士の犠牲が絶えない限り、雲仙の鱗は何度でも蘇る。また数え切れないほどの兵士の魂がこの雨にさらわれた。将軍、遅くなってすまない。有名か。なら、お前はまさに時の人だな。レインとタオキから、お前のことは聞いている。来てくれてありがとう。初めて会う者には、交流の礼をもって接するべきだが、今は状況が状況だ。これからの計画を簡潔に伝える。レインがお前を信頼していると聞いた。それだけで十分だ。それとこの薬を飲んでおいてくれ。疎開雨の影響を完全に防ぐことはできないが、少なくとも幻覚を軽減することはできる。疎開雨はある条件を満たしたものしか再現できない。雨の影響を受けている、なおかつその雨域と深い関わりを持っているという条件だ。お前は雲量谷で目覚めたばかりで、今州を訪れたのもこれが初めて。つまりどちらにも該当していない。お前は交流伝説に記された名式を吸収する英雄と似た能力を持っている。核もそれに関する予言を残した。北楽野原にて失われた力を奪還する。その達成のため俺も尽力しよう。ああ、おそらく今氏も知らないだろう。俺が良き将軍の座に着いた時、彼女はまだレインではなかったからな。俺が良き将軍の座に着いたあの日、核はこう言った。月が満ちる時、ある帰還すべき人に協力することとなる。名式と対峙し、名式を倒す力を取り戻すと。お前がその帰還すべき人なのであれば、今度こそあの怪物にとどめを刺せるかもしれない。お前たちもこの月に気づいただろう。これは虚栄の月と呼ばれるものだ。虚栄の月が完全に満ちるとき、戦争の名式である無双戦士が蘇る。この大地にはびこる古き影、それが無双戦士だ。奴は兵器の周波数を吸収し、自分の力に変えることができる。数え切れないほどの戦争を経験したこの北楽野原は、もはや兵器の墓場と言ってもいい。その周波数を吸収した奴の力は計り知れないものとなっているだろう。そして虚栄の月が現れた。おそらく俺たちに残された時間はあまりない。これほどの危機に臨んでなお冷静でいられるとは、なかなかの胆力の持ち主だな。詳細は駐屯地にて改めて伝えよう。ここへ来るまでに辺りの残像は全て倒した。この道を進めば安全に駐屯地へ行けるはずだ。
隙だらけだ。隙あり。行くぞ。あれは。まるで空から昆州を睨む巨人のような、無双戦士の野望を示すかのような彫像。その乱れの中で名式の力に影響された瓦礫、岩石、兵器の破片が集まり、やがてこの彫像を作り出した。ヤスは湾島の戦いで重傷を負い、この彫像を皆底に沈めた。だがそれが浮かび上がったということは、ヤツの力が増しているという確たる証拠。急ぐぞ。破人の駐屯地はすぐそこだ。将軍殿、お帰りなさい。関心さん、なぜここに？関心は補給部隊の護衛として前線に来てくれたのだが、それ以外にもいろいろと助けてもらっている。どういたしまして。金道も北楽野原について耳にしたことがございます。雨の激しい時分には百鬼がむせぶ声が聞こえると。生死に定めあれど、亡き者は再び万物と化す。天地は快活な庭がごとく、魂はその中にて流転を続ける。これは師匠の言葉。無数の戦士たちの魂が無双戦手によって北楽野原に閉じ込められている。金道もその苦しみから彼らを解放したいと存ずる。ついてきてくれ。名式を倒すことがこの戦いの鍵となる。が先の戦いで北楽野原の残像町に異常を確認した。その異常について研究員が出した結論は、北楽野原の残像は自然発生したものではなく、外部の力によって生成されたというもの。そのパターンを分析した結果、その力の源はあの彫像だと判明した。無双戦士の力が完全ではない今こそ、その秘密を明かす好機だが、これまでの戦いでの軍への被害も決して小さいものではない。そこで今後の計画の修正を行おうと思っている。ぜひお前の意見も聞かせてくれ。破陣営の兵力を3つに分けた。支援射撃ができる遠隔戦中隊、近距離の戦闘に長ける近接戦中隊、そして俺、漂白者、ヤンヤン、関心からなる突撃小隊だ。で、こちらはクーリン、破陣営遠隔戦中隊の指揮官で、こちらはガクキ、破陣営近接戦中隊の指揮官だ。これが以前測定した北楽野原の地形図だ。だが名式の影響が強いということもあり、その中心部の測定まではかなわなかった。そこは湾島の戦い時点での古い情報を頼るしかないのだが、その中心部には浮遊する空中廃墟があるらしい。また北楽野原につながる道は狭い谷間となっていて、これも行軍の支障になると想定される。もちろん
これは敵にも同じことが言えるだろう。だが一方で無双戦士は消滅した残像周波数を組み直す力を持っている。つまり残像の数が減ることはない。それどころか戦争という行為を通じて無双戦士に糧を与えてしまう。俺たちに持久戦は許されないというわけだ。俺が思うに、そんな状況で俺たちが勝つには主力を素早く確実に戦場の中心部に送り出す必要がある。脅迫者、お前には隊の配置を考えてもらいたい。部隊の長所と適性を生かし勝機を見出すんだ。まずは遠隔戦中隊だ。遠隔戦中隊の隊員は支援射撃が可能な武器を装備している。つまりこの隊は敵の攻撃が届かない位置で進化を発揮する。有利な地形に配置すれば存分に支援射撃を行えるようになり、より広範囲への支援が可能となるだろう。脅迫者、お前ならどこに遠隔戦中隊を配置する？編成は柔軟に戦場の状況に対応できるが、遠隔戦中隊の長所を潰してしまう。他の案を考えよう。脅迫者、お前ならどこに遠隔戦中隊を配置する？あらかじめ高い位置に配置し、近接戦中隊の支援をさせる作戦か。遠隔戦中隊の安全を確保しつつも支援射撃も存分に活かせる配置。賢明な判断だな。次は近接戦中隊だ。近接戦専用武器を装備している彼らは正面からの戦闘に適している。両軍が衝突する主戦場は谷間の一本道だ。それを踏まえて進軍ルートを考えてみてくれ。脅迫者、お前は近接戦中隊にどのルートを取らせる？一部の兵力を分けて側面から攻撃する作戦。陣形を撹乱し敵を分断することができるだろう。ただ挟み撃ちは迂回する空間があって初めて可能となる。この地形だと実現できない。それに戦場の状況は変わりやすい。兵力を分散させれば敵に正面突破されるリスクも高まる。他のルートを考えよう。脅迫者、お前は近接戦中隊にどのルートを取らせる？潜入作戦の肝は一部の精鋭部隊で敵の隙間を狙い内部から瓦解させること。部隊を敵の後方まで送れるかが問題となる。とりわけ峡谷においてそれは不可能に近い。また兵力を分散させれば敵に正面突破されるリスクも高まる。それに敵の位置に関する情報も限られている。むやみな行動は禁物。他のルートを考えよう。脅迫者、お前は近接戦中隊にどのルートを取らせる？地形が決まっている以上正面からぶつかることは避けられない。ならば正面から圧をかけて敵の守りに隙を作る。ふむ、そうすれば突撃小隊も行動しやすくなるな。最後に突撃小隊、共鳴者によって構成されている柔軟さに長けた隊だ。作戦が順調に進めば
武装戦士を仕留めるのも突撃小隊の役目となる。漂白者、お前なら俺たちをどう動かす？兵力を集中させることによって敵の防衛線に穴を開け、そして敵の源を封じる。こうでしか敵を根絶やしにすることはできない。もちろんリスクは伴うが、現状では最も適切な作戦だ。ありがとう、漂白者。お前のおかげでこの戦いの方針を定めることができた。では今回の方針をまとめておこう。クーリン、遠隔戦中隊を峡谷の両側の高い位置に配置し、主力部隊を支援しろ。学期、近接戦中隊を率いて正面から敵を迎え撃ち、突撃小隊の援護を行え。はっ。俺は漂白者、ヤンヤン、そして関心と共に突破口を開こう。そして全力で明式を消滅させる。よし、各自役割は分かったか。俺からは以上だ。あとは烈空を奪還し、地波の気象に穴を開けるだけ。あの障壁が見えるか。奴は兵器の吸収を邪魔されないよう、地波の気象というバリアを作った。俺たちの重要な任務の一つは、分解砲烈空を残像から奪還することだ。先人が明式に対抗するため作ったこれがなければ、結界を破ることはできない。詳細の説明は専門家に任せる。将軍、それに漂白者さん。モルトフィ、そっちの進捗はどうだ？まずは、いいお知らせです。烈空の制御デバイスとつながりました。天候の方の準備を完了しています。あとは、命令を待つだけです。悪いお知らせは、烈空をチャージする装置が破壊されました。現在、電源がありません。幸いバックアップのエネルギープラグならあります。烈空を使用するのであれば、まずはプラグを修理しなければなりません。他に聞きたいことは？理論上は可能ですが、実用的な策とは言えません。簡単に避けられる可能性がある上、仕留めきる威力を持ち合わせていないのが致命的ですね。明式は私たちの想像をはるかに上回る力を持っていますが、磁波の気象に穴を開けるだけであれば烈空でも十分にこと足ります。他に聞きたいことは？今週設置時に作られたものなので、当時のエネルギー源しか利用できません。この兵器はそんな過去の時代に作られた。よほど才覚のある方によって考案されたのでしょう。最大出力で昆虫城に向かって一発撃てば、昆虫城は天に飛ばされ天空城になってしまうかもしれませんね。他に聞きたいことは？それを実現するためには時間が足りません。全員が寝ずに進めても叱るべき時には間に合わない。他に聞きたいことは？しかし実戦での大量破壊兵器の使用は高度に厳しく規制されているのでしょう。本当に使用許可など下りるのでしょうか？俺とレインがあらかじめ手を打っておいた。案ずるまでもない。わかりました。朗報を待っています。それと一つ良くないお知らせが。略士さん、説明をお願いします。任せて、漂白者。これから北楽の原で活動する残像にモニタリングを行い、比較的安全なルートを案内する。たった今、宝座を見張る兵士から報告があったの。烈空に大量の残像が向かっているみたい。今は兵士たちがそれを食い止めている。すでに何体かは烈空の宝座付近に迫っているわ。
おそらく他の残像についても時間の問題。それに宝座を奪還したとしても烈空をチャージするには一定の時間がかかる。その間も敵の攻撃を食い止めてほしい。座標はデバイスを通じて送信する。どうかコブーンを、私もあなたの帰還を待っているわ。状況は理解したな。プラグの修理と烈空の奪還は漂白者とヤンヤンに任せる。俺はなるべく残像の注意を引いて二人の負担を減らすように動こう。関心、駐屯地の守備は任せるぞ。さあ、行動開始だ。俺の道が見える。あなたたちは東博所属のヤンヤンです。キエン将軍に支援部隊として派遣されました。状況を教えてください。数分前に残像庁が突然襲来し、宝座が占拠されました。宝座の方に兵士が何人か残っているのですが、これ以上の被害を防ぐために辺りを封鎖してくれってお願いです。どうか彼らを助けてやってください。ここも残像に占拠されています。そちらには包囲された兵士の方が残像を倒さないと。この身を刃に渦で同調。やっは光を前へ。あの方の状況を確認してみましょうか。将軍ですか。そうか、よかった。この大砲の重要性は理解している。だから引かなかった。残像から守るために。修理用の鍵だ。受け取ってくれ。どうやらここまでのようだ。必ず倒してくれよ。ありがとう。
必ず勝利を捧げます。どうか安らかにお眠りください。我が剣の刺す先に、いや、レックンチャージ進捗 50%。 また残像が来ました。気をつけて、脅迫者さん。80%。 残像の構成が弱まっています。脅迫者さん、あと少しです。行くぞ。隙だらけだ。ふっふっ、やっ、この身を刃に。デックチャージ完了。脅迫者さん、一緒に最後の残像を倒しましょう。これも音の力だ。この光で、やっ、この身を刃に。行くぞ、光を前へ。将軍。ああ、ご苦労。雨が止んだな。将軍、疎開雨が弱まっています。北楽野原の残像の活動が縮小中です。レック、チャージ完了。いつでも行けます。ただ攻撃には大量のエネルギーが必要です。外した場合、我々に残された唯一の機会が。皆の者、聞こえますか。レインの身分と権限を持って烈空の使用を許可します。もちろんリスクは承知の上です。ですが、何があっても全ての責任は余が取ります。だからどうか余を信じてほしい。報酬の勝利のために、将軍と漂白者はまっすぐ敵のもとへ向かってください。長き夜を越え、無事の帰還を果たすように。信頼は確かに受け取りました、レイン様。重い言葉だったね、将軍よ。余もあなたも目的は同様だから、として命令を下す。各組織、漂白者とキエン将軍を支援せよ。烈空の使用も挑むな。狙いを定めろ。今週のために勝つ。